ちょっと、いつまで寝てるの？起きて手伝いなさいよ。いいでしょ？お姉様に逆らう気？日曜日は私、ジョギングすることに決めたの。だって、夏が近づいてるじゃないの。夏は海に山にデートなのに、薄着になるんだから少しはシェイプしないと。人の胸のこと言えるの？あんたこそもっと鍛えなさいよ。いい若者がいつまでも寝てるからよ。とにかく、レッツゴー！今頃来たの？遅いよ、もう。そうだけど、期末テスト気にならないの？私も今更って感じ。
それにしても日本の高校ってこの時期に期末があるのね。アメリカは6月から8月まで夏休みだから5月に期末は終わるのよ。だから2回も期末を受けるなんてことになってもう最低って感じ。予定なったよ。ほら、教室に戻ろう。はい。あ、君か。びっくりした。だっていきなり君が声かけるから。うるさいな。男なんだから小さいことにこだわらないの。男子厨房に入るべからずでしょ。新しいの？
メイド喫茶っていうの。そんなことするの？喫茶店なのに。そうなんだ。だよね。私もあの服すごく好きなの。やっぱりフリルのエプロンは必須だよね。かわいいよね。私は結構伝統的なオーソドックスの形が好きなの。それは。なんでもないや。入るなんてそんな。だって別に今お茶したくないし。そういうわけじゃ。見てただけだってば。君こそここで何してたのよ。理由もないのになんで？ほら、そんなもんでしょ。私だってそうなの。こじつけじゃないもん。私がちょっとここ見てた時に君が通りかかっただけでしょ。何よその目は。用事あったのよ。そういえば。
もう行かなくちゃ。じゃあね、また学校で。
な、何よそれ。プライバシーの侵害だよ。そんなに知りたいの？内緒。別に大したことないよ。じゃあね。